は大分県からもこんな文書が届きました。読み上げますね。自転車合同会社代表社員宮部達彦殿、大分県生活環境部長、インターネット上に掲載された記事の削除について、貴殿がインターネット上で管理する自転車ウェブサイト上に令和4年3月7日に掲載された記事、録音録画禁止、反論はマイクロアグレッションと差別認定、密室化先鋭化する部落問題講演会において、令和3年大分県人権啓発重点課題講演会にかかる動画が掲載されていることが確認された。これは講演会の主催者である本県が、講師が有する著作権及び肖像権の保護に当然配慮すべきであるとの観点から禁止事項として受講者に示した講演の写真撮影、録音、録画、それらの私的流用、改変、二次利用、SNS 等への中継や投稿並びに拡散、無断転載などの行為の禁止、資料データの私的流用、改変、SNS 等を用いた拡散、無断掲載の記事の受講条件に反したものであり、講師の著作権等を侵害する行為である。ついては当該動画を削除するよう要請する。なお同記事中に録音資料等があれば、ぜひ自転車に提供していただきたいとの記載があるが、この内容が公表等を前提としていない講演会の資料等を無断で記事に掲載することを目的としているのであれば、受講者に対し著作権侵害等を誘導することにつながることから伏せて削除願いたい。人権尊重、部落差別解消推進課、部落とか言わへんなか。この部署名もなんかすごいんですよね。でこれね、ちょっとね、あの前の日向市のやつと比べてみましょうか。日向市のやつここにあるんですけどね、全くというか、まあコピペとまではいかないけども、まあ、ほとんど同じ内容ですね。日付も同じですね。これ3月25日、最後の一段落なんかもうこれほとんどコピペに近いですね。だからね、これに対する私の返答も日向市の場合と全く同じです。あの前の動画ご覧ください。まあ、結論としては削除しないし、録音資料等あればぜひ自転車に送ってくださいということになります。やっぱりこれ法権力の行使っていうことになるんだから、これはですね、やっぱりね、こういう録音録画禁止にして、あの事実上この反論を許さないっていうのは日本憲法に反しちゃうんだと思うんですよね。本当に日本憲法にも権が劣るんだ。あの役所っていうのはやっぱちゃんとね、法律憲法を守らないといけない。だからこういうね、じゃあ録音録画禁止なんだと、拡散禁止っていうふうに呼びかけるまではいいんだけども、そのことについて法的根拠はないっていうことはちゃんとね、受講者にも講演する人にも言っておくべきことだと思う。これはあくまでね、公権力の行使で政治上の演説に近いものなんだから、それについてね、拡散禁止というか、まあ、ましてやね、一部引用して反論されるっていうことは、それは当然想定しないといけないことなので、だからこういう要請自体がやっぱりね、お前日本語憲法にもというふうに思うわけですよ本当に。で今回もね、川口康史君、山口県人権啓発センターの、まあ、解放同盟山口県連書記長なんだけども、その人の講演でね、でその人も僕の裁判の原告なわけです。で講演の内容っていうのもね、結局それに思いっきり関わるもので、一方に肩入れすることになるわけですよ。ここはね、もう裁判で集団訴訟を起こされててね、どんだけ辛い思いしたと思うんだよ、どんだけ心向きそうだか分かっとるのか、お前責任問題だよこれでしょう。だからそれ一方に肩入れするんだったら、やっぱそれなりのね、責任追わないといけないわけですよ。今そういうような話になっとっての、ということで、あの僕としては、まあ、前説明した通りの理由で、僕はねこれについては応じることはできないっていうことです。あ、俺も動画の人間やな。川口君とはね、あの対等な立場なんでね、だいたいな、タグったらだいたい身内になんねえわ。対等な立場なんだけど、こう一方に肩入れするっていうことは、やっぱりそれに対して僕はね、反論する権利もあるわけです。だからこういう要請には応じられないし、そもそも根本から間違ってると思うんですよ。最近ね、僕に対して法務省法務局何も言わなくなりました。このブラック担保を消せとかね、全然言わなくなったんですよ。やっぱりね、あの人たちも気づいたんだと思いますよ、それは。童話のもんが寄ってきて。まあ、ここで言う童話っていうのはあくまで童話団体のことですよ。まあ、エセ童話団体って言ってもいいんだけども、そういうのがね、やっぱり不当な要求をしてると思うんです。で、そういうのを鵜呑みにしてね、憲法をないがしろにして従ってるとですね、
いずれ犯罪に巻き込まれますよ。法務局にも言っといた。こんなことやってるとあんたら犯罪に巻き込まれるよと。いずれ熱海市だとか津市みたいになるよと。人が死ぬよと。あんた犯罪者になりたいですかと。津市の、松下さんみたいになりたいですかっていうふうに僕は思いますよ。いつまでもこういう中立的な立場じゃなくてね、この同和団体に一方的に肩入れするっていうのは僕はおかしいと思いますよ。あ、俺も同和の人間やな。ですからね、やっぱり。だと思うんです。いずれね、その、己に一人で日本全国の同和人のせいや。みたいなことになっちゃいますから、いずれ。というか、まあ今そういうことをやってるんだと思うんですよね。まあお互いにね、僕にも含めて、その同和団体に一方的に肩入れするっていうのはおかしいですよ。その、同和地区の人とか、部落の人っていうのは別に感覚っていうのは、その一般地区の人と変わらないわけですから、ほとんどの人は。ああいう人たち、明らかに何かしらね、政治的に変更してるし、で、中にはね、その、順法意識が明らかに低い人たちもいるわけです。そういう人たちにね、いつまでもね、このね、この同和団体にいつまでもこうべったりとね、言いなりになってると、本当いずれね、この日向市だとか大分県の人も、そのうち犯罪に加担させられることになると思いますよ。ぜひね、僕の言うことも聞いてください、本当に。同和団体の言いなりになるってのはやっぱ辛いでしょ、やっぱし。だからいい加減にね、もう洗脳から解かれてとか嫌なことから離れましょうよ。ね。こういうことはやめようと思いませんか？こうやって論評されるのも嫌だ、こういう文章出さないといけないんだっていうふうに思うんだったら、じゃあもうね、講演自体やらない方がいいと思いますよ。で、講演やるんだったらもちろんこうやって反論されるっていうのも覚悟の上でね、やらないとそれはおかしいと思います。ということでね、今回もね、私の言いたいことを言わせてもらいました。